皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。本日はですね、こちらの機材をご紹介します。オブズボットテイルエアーという商品でございます。これですね、立派な箱に入ってまして、本体とこの、リモコンを今回ご提供いただいております。中身はこちらでございます。で、箱を開けてみると、こういうですね、PTZ カメラって言うんですけど、例えばこれ3台ぐらい用意して、で、遠隔操作でそれぞれのカメラを制御しながらライブ配信やったりとか収録を行ったりするという、そういうカメラのことをなんか PTZ カメラっていうらしいんですけど、これですね、私ですね、すごく実は欲しかったんですよ。だから今回レビューの依頼来てやったーって思ったんですけど、私がこれを欲しかった理由はですね、ライブ配信ですね。野外のライブ配信に扱いそうって思ったからなんですね。今日はですね、こちらのオブズボットテイルエアのご紹介をしたいと思います。はい、行ってみましょう。で、こちらのオブズボットテイルエアはですね、オブズボットテイルっていう、機材があるらしいですね。そっちはなんか有線らしいんですけど、こっちは無線での制御ができるっていうことで、オブズボットテイルエアっていう名前がついてるみたいです。このまま、まあ、ジンバルカメラとしても使ってもいいですし、それからウェブ会議とかでね、ちょっと高画質な配信をすると。これ簡単に説明すると、まあ、無線制御ができて、NDI 接続って言って、USB-C から、LAN 経由で、これをコントロールすることができたりとか、まあ、こっちのリモコンで、コントロールすることもできますし、スマートフォンからのアプリで操作することもできます。で、4K での、録画、出力ができて、SD カードがですね、ここに入ってるんですけど、マイクロ SD カードに実際に 4K 動画を、4K30p かの動画を出力することができると。ここにマイクロ HDMI 端子がついてて、こういう PTZ カメラで HDMI 出力ができるっていうのは珍しいらしいです。だからこれを HDMI 出力して、スイッチャーとかに入れて切り替えながら、普通のカメラとしても使えると。で、ここにね、3.5mm のオーディオジャックがついてるんで、外部マイクが使えるんですよ。で、これが電源ボタンで、これが USB-C 端子ですね。これは中にバッテリーが、搭載されてますので、充電に使ったりとか、パソコンに直接つなげて、そのままウェブカメラとしても使えると。結構ね、盛りだくさんの機能がついてるんですね。で、まずはまあ簡単にこれどういう風に使うのかお見せしたいと思います。それではですね、実際に、オブズボットテイルエアーですね、簡単にベーシックな使い方をご説明したいと思うんですけど、ここにですね、オブズボットテイルエアーがついています。で、後ろにね、電源ボタンがあるんですよ。はい、今電源入れました。起動しましたね。うん、ピッピッピッって言いましたね。このリモコンで電源オンできるんですけど、ここにね、ここに電源ボタン、これあって、これを解除すると、動くようになります。で、今ランプつきましたね。で、取り扱い説明書に書いてあるんですけど、最初このリモコンとこのオブズボットテイルエアをペアリングする必要があります。で、このこういう風に首が動くんですね、はい、今ちょっとこっちにちらっと映像出てると思うんですけど、写真と動画がこっちで撮るので、これ動画撮ってみましょうか。お、動画撮れてるはずですね、これね。で、こう上に動かしたり左に動かしたりっていうのができます。で、こう P1、P2。あ、これ、私、さっき、あ、やべ、家の中見ちゃった。で、P3。っていう風に、カメラのアングルを切り替えることができます。ですね。で、ここから P1 から P2。あ、違う、P2 はこう、向こうに、向く設定にしたんですけど、P3 は、こう、ズームアップなんですね。で、P1 で戻る。はい、という感じの使い方ですね。まあ、人物の認識モードがあります。この人物モードを押してもいいんですけど、じゃこう、ジェスチャーに対応してるんですって。で、例えばここで手をこう上げると、そうすると、私をこう追いかけてくれる。で、こうやると解除です。はい、解除は、ね、緑色に変わりました。こういう風にやると、ズームするんだったかな？あ、ズームしてくれましたね。はい。で、これ、もう一回やると、解除と。
録画のオンオフはここからのリモコンでもできますし、このハンドサインでもできるんですね。これで録画開始、はい、で録画終了という感じですね。でハンドサ、この認識モードを多分解除すれば、緑色の状態でこの丸にすると多分紫につくのかな。あ、そうです、録画開始の、色になりました。で録画オフと、はい、という感じですね。で次からこれやりたかったことなんですけど、私これねライブ配信で使いたいんですよ。でライブ配信でどういう風にやるのかっていうのをお見せしたいと思います。こっちのスマホを使います。はい、ではオブズボットスタートっていうですね、このアプリを起動しまして、Wi-Fi ケーブルのライブストリーミングかモバイル通信のライブストリーミングかっていう風に選べます。で私が、野外でライブ配信したいときはこのモバイル通信経由ライブ配信をしたいのでこっちを押します。うん、いった。今ねこのリモコンに接続した後やろうとしたらうまくいかなかったですね。このリモコンの方の電源を切ったら繋がりました。はい。で、今ですね、ここのスマホに映像が出力されています。こういうふうに見ることができるんですね。で、簡単にですね、これ説明していこうと思うんですが、まあ、これ、左上はホームですね。カメラを切断するときに。まあ、いきなりこれ、気になると思うんで、この真ん中の P 算ってやつから説明しようと思うんですけど、これ、ポジションですね。1、2、3、さっき割り振ったやつです。ポジション1だと、この感じで、ポジション3にすると、ズームしますよと。で、今、私が映っている画面っていうのは、この赤い枠が入ってますよね。この赤い枠の右上に映っている、この枠ですね。これが実際に映されている画面です。このカメラですね、光学ズームじゃなくてデジタルズームなんですね。ですので、こういうふうに実際その画素をね、狭めて、使用する画素を制限してこうズームを行っているという感じです。で右側にこうピロ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 出てるのがこれが音声ですね。はい。で、上から2番目に行くと、今の視点ですね。こうオンエアって書いてある左上のやつが実際今映ってるやつでは、緑色の枠が今採用されている画角ですね。ワイドにするのか自動にするのか P1、P2 は、後ろ向くんですけど、今私が設定したんですけどね。で P3 はズームで、顔を認識してこの辺じゃないですかねみたいな画角にしてくれるっていうやつだと思いますね。今見つけたのでこれなんだろう。あ、これは顔1認識するかしないか、顔を認識するかしないかってボタンなんだ。ははは。で、細かい設定がこちらでできます。今オートでやってるんですけど、ちょっとなんか暗い気がするのでマニュアルにしてみましょうか。F 値は F1.8 で固定みたいなんですね。で、感度とシャッタースピードだけで、まあ、調整するような感じで、今感度200になってますけど、こうやって回してですね、どのぐらいの明るさがいいんですかみたいな感じで、こうやっていくと。うん、感度400にしときましょうか。下にいくつかボタンがあります。はい、これ左右反転ですね。で、グリッド線を表示したり、HDR 出力にすること、HDR できるんだ。で、これなんだろう ?AE ロックのボタンがついてますね。で、このスタイル標準、あ、ホワイトバランスかな、屋外、パステル、カスタム。カスタムはこう、いろいろ自分で調整がもっと細かいのができますよと。コントラストが強いなと思ったらコントラスト下げて、明るさはもうちょっと欲しいなと思ったら明るくして、鋭さ、シャープちょっと落としたいな、ちょっとなんか、人の感じにしたいなみたいな感じ、こういう感じですかね。はい、いろいろいじりましたけど、とりあえずこれでいきます。で、ホワイトバランス、自動日光蛍光灯みたいな感じでこうやって色が変わりますよと。で、一番左のこのマークはこれオートにすると出てくるのかな。あ、オートにするとこれ、あ、オートの時に 50Hz、60Hz、その周波数が選べますね。これフリッカーの、対応する時のものですね。まあ、今はマニュアルなんで、これは使いませんという感じですね。はい。で、この項目は良しとしましょう。で、この再生マークで今まで撮ったやつができます。あ、さっき撮ったやつ、私が今までこう、テストしたやつがここに載ってますね。はい。次、この下にあるこいつらを見てみ、こいつらだって見てみましょう。AI、あ、これ画角ですね。これはこう追従する感度のことですね。はい。
構図を調整する前にトラッキング対象を選択してください。あ、これはですね、この右にあるこの四角いマーク、トラッキングっていうんですけど、こういう四角くですね、こういうふうになぞらえることができるんですね。はい。今、私の顔を、認識しました。ですので、こう動くと、私に対してトラッキングできると。で、ここで面白いのがですね、このトラッキングするの今、私の、顔をやってますけど、例えばこの手に対してトラッキングを行ってですね、あ、洗濯物が映ってしまった。こういうふうに私の手をこうトラッキングするっていうのもできるっていう。今ちょっとこのマイクの後ろにいたから消えましたね。はい。で、今はですね、こうやって、こういうふうに私を認識していただいて、追いかけるかな？追いかけますね。はい、認識していただいて、で、この右側2番目のこのボタンを押すと、こういう図が出てくるんですね。その顔をどの位置に置きますかっていうのが選択できるんですよ。例えばこれでですね、フェイスフレーミングっていうのをタップして、そうするとこう十字キーが出てきますんで。ライブ配信の時にこういうスタイルで、なんかここにコメントとか出して、ライブ配信をしたりとかすることができるっていうことですよね。はい。なかなか面白いですよね。この顔を構図のどの位置に置くのかみたいな感じですね。この右下のこのくるりとしたマークを押すと真ん中になる。はい。という感じですね。で、左下の点々で、ここもちょっと細かいことがお好みなんです。プリセットモード。これなんかプリセットを自分の色設定とか決められるんでしょうね。で、ジェスチャーコントロールは、さっきやったですね、ターゲットの選択とか記録とかズームとか。で、ダイナミックズーム。ダイナミックズームがよくわかんないんですよ。これダイナミックズームが、こうやると、こうやってなんか動かすっぽいですね。ちょっと難しいです。難しいのでやめときます。まあいろんなことができますので、マイク、ここポイントなんですよ。外部マイクをつけることができるんですね。はい、今マイクをつけてみました。今内蔵マイクデフォルトになってます。例えば、ひとまずこのままで、録画をしてみたいと思うんですが、まあいろいろこう、この辺いろいろ細かいこと書いてあるんですけど、まあちょっと今回飛ばしましょうか。うん。で、このままとりあえず録画をしてみたいと思うんですけど、この右下にホールドって書いてますよね。で、このボタンをこう長押しすると、あなたは何したいんですかと出てきます。その YouTube に接続して配信をしたいのか、Facebook なのかみたいな。で、SD カードに記録するってなって始めるを押します。そうすると、今これ録画が開始されたんですね。で、今は、このオブズボットテイルエアーの音声が、この録画されているはずです。はい。で、この録画ボタンの左側に、なんか丸いボタンがあるんですけど、これ写真撮れるみたいですね。ピッて。はい。撮れるみたいです。で、まあ、いいとして一回止めます。じゃあ、こっちのマイク使ってみましょうか。内蔵マイクデフォルトを切って、オーディオ設定。で、テイルエアオグジュアリーと書いてます。で、リニア出力、リニア入力ってできる、マイク入力ってできるんですね。リニア入力、マイク出力、マイク入力選べるんですね。まあ、マイク入力っていうのは、その、いろいろな、なんていうか、圧縮がかかったような感じになって、リニア入力っていうのは、そういうのがついてない状態って言えばいいんですかね。はい。で、これ、ノイズリアクション。かけることができます。仮にですね、マイク入力にして、ノイズリダクションのかけ方をちょっと確認してみましょうか。一回これで録画を押します。このマイクの音が拾われています。で、ノイズリダクションオフの状態ですね。で、今は、マイク入力の状態なんですけど、まあ、これは圧縮かかっている状態になります。で、一回止めて、これ録画しながら切り替えできないみたいなんですね。で、オーディオ設定で、リニアにします。まあ、これで録画をするのが一番いいのかなと思います。で、マイクの方で、ローカット。で、今これ、マイクの方でローカットしてない音声なんですけど、ここでローカットしてあげると、そのノイズが少なくなるんじゃないかなと思います。あ、言い忘れましたよ。今、
空調、冷房と、それから扇風機ガンガン焚いてます。このノイズリダクションの効果を試すためなんですけど、はい、こういう感じで音声が取れます。で、試しにですね、オブズボットテイルエア本体の方のマイクでノイズリダクションちょっと比較してみましょうか。一回止めます。はい、デフォルトマイクにしてオンします。そして、オーディオ設定で今ノイズリダクションがっつりかかってますが、これがノイズリダクションオフの状態ですね。で、1段開きましょう。ノイズリダクション1かけた状態。はい、1かかりました。これがノイズリダクション1の状態ですね。で、ノイズリダクション2の状態。まあ、ここ2にするとだいぶ減りますね。はい。扇風機の音とかも聞こえなくなったんじゃないかなと思います。で、3。これが一番マックスでかかってます。うん。こんな感じですね。こんな感じで音声が変わります。あの、ノイズリアクションを上げると、やっぱり、その分ですね、ノイズは減るんですけど、音質もまあ下がるみたいな感じですかね。で、私はですね、これではなく、こっち、こういう、マイクを使ってやろうかなと思ってるんですね。リニア出力、テイルエアオブジュアリーで、はい、これで、やるのがまあこうなんていうか、この PDZ カメラってこう置いても、こう例えば私がこう下がってもこうやってね、自分の方向にこうやって向いてくれるわけじゃないですか。だからなんかちょっと遠くを離れても OK だったりするので、まあ、こうやって自分にマイクがついてるのが一番いいんじゃないかなって思っています。ちょっと色の設定も元々のやつに変えましょうか。これ元々の色設定に変えました。はい、こんな感じで、撮れています。はい。で、ここからですね、ライブ配信についてちょっとご紹介していきたいと思うんですけども、一旦ログアウトしますね。で、この右下のホールドっていうボタンをこう押して、はい。で、私 YouTube。私はもう YouTube 接続してるんですけども、最初の段階で自分の YouTube アカウントとこう連結させる必要があります。で、左上に、どのぐらいの解像度で配信して、どのぐらいのビットレートですかっていう感じですね。これ高ければ高いほどビットレート的にはその映像が綺麗なんですけど、まあ7000ぐらいでいいかなと思って、ちょい高めって感じですかね。うん。で、この構成っていうところで、あの、いつ配信するんですかみたいなやつを選ぶことができます。はい。このまま保存しますけども。で、ライブ配信するときはこれをこう選択して、はい、右上に始めるっていうボタンがアクティブになりました。完全収録っていうのは多分ライブ配信しながら録画するってことなんですけど、この始めるをタップします。開始しますか、完了、やりますね。はい、でそうすると一応これでもうライブ配信が開始したことになりますね。されてるのかな、ちょっと見ますね。ライブ配信されてますね。という感じで、このスマートフォンとこの PTZ カメラのオブズボットテイルエアがあればライブ配信ができちゃうと。すごいコンパクトなセッティングでライブ配信ができちゃうんですよ。で、これあの、私野外からライブ配信することありますし、今年の夏も富士山、去年もやったんですけど、富士山のあの8合目から上でアルバイトをするっていうのをやってるんですよ、作品作りのために。で、今年もそれやろうと思ってるんですけど、富士山の山頂ってすごい電波いいんですよ。で、そういうところからのライブ配信で荷物が少ない荷物でライブ配信をするために、これいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。結構すごくないですか？結構すごくないですか？で、これであの右下のレックっていうボタンを押せば録画をしながら配信をすることもできますし、さっきの P1、P2、P3 とかこう押せば、こう、またね、こうやって拡大したり、聞いたり、みたいなことができるし、この間もこうやって AI ジェスチャーで、はい、自分を認識することができるということで、これ今ライブ配信してるね、この映像もね。うん。結構すごいんですよ。なんか、
値段がね、7万ぐらいするっていう話だったんで、まあ、割と高いなと思ったんですけど、実際使ってみたら 4K で撮れるし、 HDMI 出力できるからこうやってライブ配信でも使えるし、単体でスマートフォンと連携してライブ配信もできるし、そのままこれでも録画できるし、ウェブ会議も使えるってことで、で、このマイク使えるのが私的には結構でかい。でかい。結構盛りだくさんですよね。だから、それできることを考えたら、あれ安いのかなみたいな感じにも思えてきました。で、とりあえず配信終了しますね。ここで、左上を四角、ライブストリームを終了するか確認しますが、完了ってやると、もうライブ配信が終了します。はい。ということでですね、今は、オブズボットテイルエアで、撮影をしているんですけども、こういう配信システムをですね、作ってみました。はい、スマートフォンつけてちょっと一回これ大丈夫かな、こういう感じで、これバンガロさんのパーツなんですけどね、ここにあるのは、こうアクセサリー集コールド集が3つあって、ここにマイクつけて接続して、こうなんか何 自由台とかつけて、このスマートフォンアダプターちょっと後ろからつけられたんで、ちょっと前にせり出すような感じでこうやってつけてみたんですけど、はい、これでいけますよね。でこれで、まあ、自分を撮るときはこうやって撮ればいいですし、ね、で、向こう側を撮りたければカメラをP2に割り振ったんですけど、こういうふうにちょっとうち汚いんですけどね、こういうふうに向こう側を向くようにしてやればいいという感じですね。例えばこれで歩きながら、まあ二軸のジンバルなんで、こう縦の動きはねどうしてもキャンセルできないですから、その辺は動きにくくなっちゃうかもしれないんですけども、なんか配信、野外からの配信に役立つのかなっていうふうに思っています。まあ、これだったらまだね登山でも持っていけるかなと思います。どうしても登山の時にライブ配信すると、ね、撮影もしたいのにライブ配信でカメラ使ってたら普通の撮影できないじゃないですか。でもこれだと軽い、小さくて軽いので持ち運びもできますし、撮影を邪魔することなくライブ配信ができるということで、一石二鳥ですね。これちょっとねこれから活用させていただきたいと思います。はい、ということで、今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー、どうもー。